違う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 よ。ごめんなさい。見てくるんだったらいい匂いする、うん、これ何違う。確かに最近だいい匂いがする。入ることないな。うん、なかなか。え、入ったことある？あ、あるよ私全然。こんばんは。ミユある？サロンの時萌えちゃんってなんかさ大浴場でなんか一緒に行こうはあんまないけど、うん、一緒になる。一緒に。私もサロンで誰かとなった。会っちゃう。あ、ってなんね。メイクさんと萌えちゃん。待って待って。誰かさ聞いたことある？大浴場で一緒になったよ。なんかさこう普通に普通にこう入ってて。あ、ってなんないの？え、なんないよ。え、修学旅行とかどうしてたんですか？修学旅行？これ大丈夫？配信で言っていい？わかる、わかる。大丈夫、大丈夫な話。別にダメ。え、修学旅行もちなみに入ってない、私。え、じゃあ？あの、みんな一緒に入ってたけど、私だけ入ってない。え、ほんと特に理由もなく、なんか恥ずかしいじゃん。いや、でも気持ちわかる、めっちゃ。でも入んないって聞き方結構いましたよ、3期生に。あ、3期生、3期生に？うん。ちょっとあのね、聞いてください。あの、でもさ、ね、こんな音でいいの？はい、皆さんの時に、いや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 、タホさんもタホさんもなんかめっちゃ階段じゃん。そうそうそう、階段今冷やしてめっちゃ痛いんだけど。そうだ、え、めっちゃ覚えてる。ドラフトの時にさ、合宿所でさ、超狭い銭湯行った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 。誰かさ、ミニオンの着ぐるみみたいなの着てなかった？ちょっとね、覚えてないな。めっちゃめっちゃ狭くてみんなもう、え、狭いねみたいな。え、そうそうそう。しかもまださ、そんなさ、出会ってさ、親しくなってない頃にさ、そう、そうだよ、狭い、もう初日なんか全裸にならない。そうで、多分その時にのゆなこに、ゆなちゃんナイスバディだねって言いそう。あ、あ、それがおじさんのきっかけだから。あ、そうなんですか。そうなんだよ。へえ、すごい、歴史を感じる。歴史を感じる、歴史感じるよね。歴史恥ずかしい、知らないなんて。そう、ドラさん、でもドラさんは結構泊まる場所いろんなとこ泊まってもね。エルボ、うん、でもなんかそのあの真四角の真四角だよね、うん、そう、階段正方形みたいな真四角 でなんか外の更衣室超狭くて、うん、なんかドライヤー1個しかないみたいなのだよね。そう、そう、一番最初じゃない、一番最初、一番最初のお風呂がそれだった。大人だから。めっちゃ狭かった。で、一回ユニットバスの時もあった。あ、でもそこは入り使わなかったし。え、部屋にお風呂ついてた時やって。あった。え、てかさ、それユニット同じの部屋一緒だった。そう、同じチームだから。チームが一緒で。そう、うん、そう、部屋にお風呂あった時やったよね。あった。畳二部屋ぐらい、うん、へえ。で、なんか順番で入ったっけ。いや、なんで思い出して。今そんな顔して今違くて思い出して、今3期生と一緒にお風呂入ったことないって今思い出したんですよ。あ、でもだって合宿みたいにしてないもんね。やっぱりコロナとかも流行ってます。そうだね、そうだよね、うんうん、学校とかでもなかったんですか？いや、ありました。あ、修学旅行とかあるよ。あ、でも縮小でありました。うん、あ、縮小ね、短縮版みたいな、うんうん、そうだよね。場所を新潟で旅行みたいな。ああ、そうなんだ。そうか、そうだよね。あ、やっぱそうなんだね。そっか。ワールド庁って言われてんの？あ、そうです。ワールド庁とかなんかいろいろ。てか、なんでビブス着てんの？ね。可愛い。もう癖です。もう。片やめっちゃ帰る準備してる人だったけど。そうそうそう。ラスマイル、ラスマイル、ラスマイルね。はい。ラスマイル。可愛い。で、公園さんいっぱい。最近さ、出てるからさ、うん、めっちゃ話す、はい、そうなんですよ、ね、急に先輩との距離を縮めることができてめちゃめちゃ嬉しいです。面白いよね、うんうん、面白い、うん、でもだって絶対4期生にダンス教えてた時より仲いいもん今。ですよね、2人でね、教えてたのね、はい、そう、時よりも、もう幾分も仲良くなって、うん、リリカはずっと変わらない。あ、本当ですか、うん、え、仲良くなってないんですか？いや、リリカはずっと変わらないの。あ、距離感的な感じですか？リリカがずっと変わらない。リリカがもっと歩み寄ってほしいって。あ、そういうことですか。いや、リリカもずっとリリカなのね。あ、すごい魅力的ですね。いや、道がね、こう重なることがなくてさ、なんかずっとこう、なんかずっとずっとこう行っちゃうから。え？全然もう掴みどころがなくて。交わらないんだって。そう。仲良くなりたい。え、じゃあどうしたら交わるんですか？若いからね、まだ中学生じゃって。いや、もうありますよね、それはね。何をきっかけにすればいいんだろう。確かに。ラスマイルがさ、なんかさ、後輩たちさ、マッシーさんって呼んでってさ、うん、言ってるんだけどさ、うん、マシモさんじゃなくてマッシーさん。で、でも、でも、でも、ルアちゃんは
カホさんって言ってくれるの、はい、それで嬉しいの。でミミカもたまにカホさんって言ってくれるの。えカホさんじゃなかったら何ですか。マッシーさん。マッシーさ ん, ーさん。だけどなんかこの二人はなんかカホさんって呼んでくれるのが嬉しい。そうなんか下の名前で呼んでくれるとハッってなる。嬉しい。そう。4期生はね自分からね言わないとね。そうなの。上の名前なんかねせっかく今4期生のメール読んでるんだけど。めっちゃメールに書いてくれるのに全部藤崎さんで、でもさ会う機会がさこういう前座の時じゃないとさ会わないからさ、置き手紙とかしとけば4期生ビュって呼んでって。私もさよくさマシモさんって言われるんだけどマッシーさんがいいなって言ってもマシモさんって言われる、ねから。まあでもさね、そうだよね、うん、それはでも自分から言えばとか書いてくる、うん、でもリリカルもね4期生の年上の子もなんか敬語だもんね、リリカ。そうなんですよ、確かにリリカ敬語かも。でもなんか20歳の2人とは仲良くなりました。おお20歳の、あーももちゃん。そうなんですよ、はなちゃんと移動中に仲良くなりました。かわいい、うん、かわいい、はい、ね。でもお姉さんだもんね。そうなんですよ。え敬語で話すの、仲良くなっても。半々ぐらいです。いいじゃん。そうなんです。半々でもなんかなんて言われたっけな、チャット覚えてない。ちゃんとさ、何こっちの声って言って5個違いです。ああぜひ、ね、お願いします。いやいいんだよ。フランスマイル、フランスマイルラーメン食べる。食べました。食べました。食べました。食べる前、うん、悟空寺っていうラーメン屋さんに行ったんですけど、美味しそう。どんなラーメン屋さん。なんでなんかもう店内入った瞬間ラーメンみたいなラーメン屋さん。あー全部そうだ。床が油密室な雰囲気。スープから仕込んでますみたいな。そうなんです。何ラーメンが好きなの。味噌ラーメンが好きなんですけど味噌は熱いので。あ確かにね、醤油食べます。おおおね、醤油でラーメン食べたことあった。あ懐かしい。一緒に出ましたよ。やったね。売りました。懐かしいね。長岡じゃない。あ長岡、あ長岡、うん、生姜醤油ラーメン。ナナチラーメン食べた。あれが最後なの。あれが最後です、ね、なんか全然食べてないじゃん。食べてない。普通にさ、ラーメン屋さんで行くよりもカップラーメン食べていってんの。逆に、ね、なんかカップラーメンもあんまり食べなくて、ね、うん、なんか今カップラーメン食べた。オリンピックよりも何年に1回5年に5年に1回ラーメン食べるらしい、はい、いやでも全然気持ちわかるんだよね。もうさすがに5年に1回ではないけどそうなんだ。人といるときじゃないと食べない。ああ、妹がラーメン好きでパパがラーメン好きだから、うん、家族で行くときとかじゃないと一人で食べたりとかしないし、なんか友達とラーメン屋さん行ったときにめっちゃ多いですよ少なくてもって言われてチャーハン食べて帰ってきて、ラーメン食べずに。そうなんです。チャーハンさん、リリカってさお子様ラーメン食べてそう何歳になってもお子様ラーメン食べてる。普通にこのコーンが食べたいって、うん、お子様ラーメンとか頼むぞ。あおもちゃ付きの、おもちゃ付きのね。うーん、長すぎてきちゃったので食べたくなるよ、ね、うわぁ、うん、公演後の配信してるとさ長すぎてくる。わかる。で、さっきね、新潟駅のね、新しく新潟ある新潟ね、なんでそんな売店の新しくなる新潟駅について話してたらね、もうみんな楽しくなってきてる。ビールのお店あるよ、ビール。え行こう。パブみたいな。パブね、みたいなところ。やばい。激アツ。そう、ラーメンストリートみたいな。ラーメン全店舗行こう。当たり前じゃん。すごいんだよ新潟駅も。ほんと変わるんですよ。めっちゃ変わるよ。もうね、170みんな多分新潟来たくなるし、うん、新潟駅に一日ずっといられるよね。え、あのね、何段階かあるんですよ。3月、4月、5月あって、3月の27日に結構変わるんですよ。うん、3月27日確かで4月25日にほぼ完成みたいな。じゃあちょっとじゃああれだね、コンサートタップされてるよね。うんコンサートの時はでもだからまあ7割ぐらい完成されてるから。おおじゃあね、これるね、これ、うん、でもラーメンはないですまだ。ガビーン。ラーメン4月25日。あそうなの。すごい詳しいですね。楽しすぎてラーメンストリートみたいなのができて、さっきのナミさんがイエーってしたと思うんですけど、めっちゃゴンちゃ楽しみで、もともとイエーって言った。いいよ。
きますかね。楽しみだな。私めっちゃ一番楽しみなんですよ。マジで。ゴンチャ。何が？タピオカ。ゴンチャが一番楽しみで。ね、それさ、私思ったの。さっきさ、4期生にもさ、言ってて、4期生ゴンチャ楽しみって言ってんの。何がもう全然楽しみじゃない。ちょっとやめてよ。ちょっとやめてよ。やめてよ。7番ファンの人なんか聞いてるかもしれないね。ゴンチャ好きだけど。好きだけど。もう一周回ったのよ。そうだけど。で、ゴンチャ、東京で食える。え、違うの。でも、それが今もしかして最先端なんじゃないかと思って、私たちが時代遅れ、逆に一周回る前を知ってるから。いや、なんかもうタピオカ結構ゴンちゃんも時代遅れなのかな。いっぱい飲んだんですよ。タピオカそんなに飲んでない、ない世代なんじゃないかな。ないです、新潟にそんなないので。あー、そう、だから東京楽しみでした。ゴンちゃんができること嬉しいって思うんだよ、若い子たちの方が。そっか、そう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 、全然ってこと。そうそう、それが言いたかった。ごめん、私の言い方が本当に悪かった。いや、全然。あー、そうなの。私たちはさ、めちゃめちゃタピオカ、そう、もう初期ガチ行ってたよね。行ってたじゃん、一緒に。めっちゃでもね、出会った時代がね。タピオカのためだけに恵比寿に行って、もうこんなのアプリで見て探して、新潟にもあったから。そう、あったね。たびたび行ってた。超通ってたの、ほんとに。そうそうそう。だってさ、もうメンバーの家に集まるために、そのカラコンじゃねえ、タピオカをいっぱい買って、もうさ、すっごいもうこんなのでさ、行ってさ、ね。なんか一期生と一緒に飲んだ記憶あるもん。ある。だって私あれオープンの、オープンしてすぐに日向さんにわざわざ誘ってもらって行ったりとか。なんかね、記憶ある。え、じゃあリリカタピオカ全然飲んでないことない？タピオカって知ってる？あ、知ってます。でもなんか飲んだかな。確かにタピオカって私たちの世代は第2ブームじゃん、うん、っていうよね。そう、じゃあ今第3ブームってこと？いや、タピオカって。でもさ、一回ゴンチャ来たら飲んちゃう。絶対飲むよ。いや、こう言ってますけど、めちゃくちゃ行きます。絶対絶対飲むよ。なんかタピオカさんもさ、ナタネココとかもさ、スタバゴンチャ、スタバゴンチャ絶対毎日。みんな多分みんなゴンチャ持ってきだすよね。でっかいの。お、見えてくるもん、あれがね。やめて。ヒーローさん。並びたまにカメラテとかさ、持つ。最近持ってない。最近持ってない。うん、わかる。ね、ゴンチャはね、別にタピオカだけじゃなくて、美味しいミルクティーとか。そう、わかる。普通に飲み物で美味しいじゃん。飲み物として、もう。地位が高くなる。そう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 。私なんならタピオカ抜きって飲んで。いいの、全然。そう、飲んでる。だってさ、タピオカを一杯飲んだらさ、もう味噌ラーメン一杯分みたいな。ね、いやいや、しかもお腹いっぱいになっちゃうから。ね、もちもちして。飲んでたわ。飲んでたよ。なんかさ、ドトール？あ、行った。あのね、私ドトールの黒糖のタピオカが大好きだった。あ、懐かしい。それを発売日に頑張って行ったの。そう、サメカツな時代。うんうんうん。狂ったよ、飲んでた。いや、飲んでた。可愛いね。サメカツマ時代さ、タピオカとともに思い出あるよね、うん、マジでユニット公演ね、うん、心いいね。うわ、懐かしい。サメカツナさ、覚えてる？サメカツナどうだった？私、夢の手紙でさ、楽屋からお見送りまで5人でお祭りのように楽しく騒いでたねってさ、あれ夢の手紙書いてる。あれ嬉しかった。なんかサメカツナのことも話してくれて。話すだろ思い出した、思い出した。マジでさ、踊ってたよね、ずっと。懐かしい。ねえ、無視しないでよ。今踊ってたよねって言ってるじゃん。今踊ってんじゃん。ああ、そうか。今余韻浸ってるから。私もう、私今もう、私踊れって言われても踊れない。息吸ってますか？息吸ってますか？わかる。サメカツな時代の曲じゃない。ね。え、そう、いや、ほんと、そう、ゆえの手紙めっちゃ他にも書きたいこといっぱいあったよね。いや、そう、もうね、一生書ける。めっちゃいい手紙だった、ほんと。書こうとすればするほど、なんかそれこそもっと戸田さん2期について深掘りしたかった。その夢がめっちゃね、同期のことめっちゃ好きみたいな、メンバーのことめっちゃ好きみたいな、もっと深掘りしたかったけど、超長くなるから、うん、もう削って削ってまとめたもん、うん、すごいね、削ってもあれすごい。そう、しっかり中あったら、うん、ちゃんと中身に2枚分ぐらいか。削ってないバージョンを小説にしてほしい。いや、確かにできますよ、小説。でもさ、ドラフトで会ったのさ、7年前とか言ってたのにさ、6年前だったらしいしさ、ね、3歳差じゃなくて2歳差だしさ、すごい訂正入って何もかも間違ってた。数字全部合ってない。え、ちゃんとでも数えたんだよ。いや、数え方でも無理だよね。その24年にしちゃったんじゃないのかな、多分、わかんない。7年目そう、7年目なんですよ、うん、まあ、ちょっと難しい。そう、食べる。ちょうど6年前の1月12日だね。うん、そうなんですよ。そうね、手紙かけて嬉しかった。食べたかな。何の話したっけ。あ、そうだ、新潟駅の。あ、新潟駅。そうだ、
めっちゃ楽しみ。アメンボとかもね、もう一回出てくるし、利休とか牛タン、そう、牛タンも嬉しい。なんか食べるものが増えるの本当に嬉しい。いや、なんかさ、一人暮らし組はさ、本当ご飯とかさ、あんまり作らないからさ、そう、なんかそうなの、ご飯屋さんがあると助かる。だって普通にモスで夜ご飯とか、サイズで夜ご飯とか全然一人で食べてる、わかる。駅はね、アクセスがいいですからね、どうしてもね。スーパーもできるし、ね、スーパー、楽しみ。ワンちゃんが一番楽しみ。はい。可愛い。え、本当にタピオカが好きで。可愛い。もう買ってきてあげるよ。やばいよ。もう東京行ったら絶対に、なんか東京のタピオカが好きなんですよ。なんか東京で食べるタピオカが好きです。懐かしい、ね。懐かしい。コンビニのこんにゃくみたいなとかじゃなくて、ね。あ、そうなんです。ジャンキーの。好きなの？は。ジャンキーと。近藤和弘さん、タワーありがとうございます。ありがとう。あ、うん、意外じゃない、全然。あ、全然意外じゃないですか。うん、え、どうしたの？え、意外じゃないです。あ、本当ですか？何が、何がね。ね、リリカのヤヤバ好き。あ、え、本当ですか？そのままでいてほしい。私ヤヤバ好きなんだよね。嬉しい。あ、でもキャラクターかな、わかんない。いや、アニメキャラのヤエバめっちゃ好き。いや、私ヤエバ会った人だけどね。あれ、そうなの？めっちゃ会ったよ私。あ、でもみんなと会う頃にはもうなかったわ。あの、めっちゃヤエバ会って、うん、でもね、その全然違う、こう顔の笑顔の印象が、あ、矯正した。私も矯正したけど、でもあの親知らずでこうなっちゃって、結局ガタガタなっちゃった。抜いたよね、親知らず。親知らず抜いた、ね、でもちょっと遅くてもうこうなっちゃって、ね、あ、そうなんだ。でもこう合間がさ、こうガガガガってこうなんてガタガタしちゃったのね、上も下も、うんうん、でもやっぱ刃があった頃とは全然違う、本当に全然違う。あ、でも刃あると引っかかったりしますよね、結構、うん、引っかかる。で、ここになんか出来物みたいな、ここだけ腫れたりする。てか刃ってさ、何、どういうこと、これさ、もう一本刃が、もう一本歯があるってことっていう人もいるし、純粋に、前歯よりも前に出てる、こういう風に入る人。私はそうだった。前歯より前に三角に生えてます。そう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 。え、ってこと、私はさ、あるってこと。いや、刃じゃないよ、その剣士だ。あの、かかの、いや、めっちゃぶつかった、今画面に。めっちゃぶつかった。前歯4本の隣の剣士、あの、あー、そういうこと。ここに死ぬのから出るの。あー、名残がある。うるっちゃった。結構、え、つら矯正ってさ、いい、大変だよね。かわいい。大変だった。うん、遺伝ですか。大変だよ。パパがめっちゃ悪い。あ、私お母さんも矯正してた。うん、してない。ラスマリア今してます。あ、今してる。何してんの。はい、上の歯してます。うん、矯正大変だよね。2倍もね、膝が意味がないやん。あの、マウスピース踊る。あ、マウスピース踊れた。それだったら全然バレない。矯正してるの。そうだよ。だって私刃抜いてないの、一個も。え、歯一個も抜かずに矯正したから。へえ、すごい。もうじゃあ動かすだけで。でも 2年半ぐらいかかった。うん、そうだよね。し、月1週ん月2か月1ぐらいで通わなきゃいけないし、やっぱ戻ってきちゃうね。顎は多分ちっちゃい、うん、ここが押し出されちゃうの。ああ、むずいな。お金が湧くようにあったら矯正したかった。湧くようにあった。いや、ちょっと今考えられない。さあ、ということで。話題？新潟行き？新潟行き？まあ、つなぐね。また新潟行き。でも、お洋服もできる、ね。え、そう、嬉しいよ。え、うさぎオンラインできるってわかない？え、そう、めっちゃ嬉しい。なんか駆け込みできるよね。うちらさ、急にさ、私服ってなったりするからさ。え、そうなんですか。そう、そう、え、結構いろんなとこできるんだよ。なんか普通にファニーズとか。そう、めっちゃ、そうチコ。チコ。わかる。チコは。なんだ。やばい。なんだ。見たいかインスタとか。なる。あ、あったと思う、インスタ。公式サイト。特設サイトがあるから。新潟駅。そう見れる。新潟駅。バンダイじゃない。え、私持ってきますよ。あれ待って、これ配信止まるっけ。あ、止まるわ。どこで止まるわ。ジャージで来ちゃうんですよ。やめよう。可愛い服着て、え、なんかさ、加入した頃さ、お母さんの服着てなかった。あ、そうなんですよ。可愛い。なんか
か切られてるバンダイに行くのも伊勢丹に行くのもみたいな。本当にカホさんのルアスマイル呼びがすっごい好き。え、本当？嬉しい、本当、はい、なんかそれでファンの方もルアスマイルって呼んでくださる方もいます。マジ？いや、じゃない、大丈夫。はい、カホさんがもう原やばい、原点、原点、嬉しい、嬉しい、発信源だから焦ってね、膝やばい、あの別の、え、でもそれはもう自分あの別のさ、イサビさドンってさ、膝行くからさ、やばい。なんでも分かんない。膝見せつけ配信。あと、あと絶望とかも、こんちゃん。2番、2サビのところとか。いい、なんか、あれですよ、なんかこういうところ。え、そう、そんな簡単に。そうですよね。ドンって膝ついちゃう。へぇ、かわいい。え、マジで何でも揃うんだ。やばいね、もう。やばい、前日書き込み余裕じゃん。ね、え、すごい。絶対混みますよ。でもさ、なんかさ、ね、混むよね。でもさ、どこにできんのって感じじゃない？今の新潟駅的に詰め込むんですか？結構さ、下とか、あの今さ、簡易通路あるじゃん、あそこの端と、うん、え、あのさ、今さ、下をさ、突っ切れるところあるじゃん、はい、駅南からバンダイまで、はい、あれさ、反対側もさ、突っ切れるようになるの？今後あれはならない？あっちは反対側って、あの、ポンシュ館とかある方で、あそこ下さ、突っ切れるようにならないの？あ、確かにね。あっち突っ切れるようになってほしい。そうですよね、もっとね、楽になるもんね、うん、でも、そこはでも入れるようになるんじゃない？店の中に入ってから出れるってことですか？わかんない、あそこが通過できるかわかんないけど。でもさ、作り的にさ、無理だよね。だってさ、ポンシュ館セブンでさ、うん、めっちゃ結構綺麗に作られてるじゃん、うん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 、でもあそこのさ、下をさ、壊すわけにもいかないのかなとかも思って。意外と通れんじゃない？なんか待って、あるかな。新潟ローカルすぎる話はついていけない、ごめんね。え、新潟来て。いや、そう、できたら来てほしい、新潟に。私たちはもうここに生きてるから、ね、そう、しょうがないよね、ローカルの話になっちゃうよね。でも、でもバスがある側の階段上がったらなんか、なんか作り物のさ、え、あるみたいな感じだよ。あそこがどうにかなると思う。あ、それなんかもうそっから突っ切れたら、ね、いろんなとこにある、ね、めっちゃ怖いよね、こういうことらしい、うん、だからやっぱ、下がそのお店が通れるか否かじゃない。やばい、これどこ、え、でも七海さんかな、そうだよ、そこのクネクネしてる空いてるところが今通れるところで、バスロータリーになってる。あ、だからちょっとピンク側の方がよりよん音声なんじゃない？え、そうなの？今な、5ガタリウムね、ガタリウムか、5、いや、ガタリウムが一体何かはわからないんだけど、ポンシュ館側はそのままなんだ。うわ、結構そこが、ね、あっちにさ、ヨドバシ方面に用があったりするとさ、ね、かしい、ね、車ってさ、うん、通れるよね。通れないです、バスだけです、うん、え、今後もバスターミナルになる、あの下のところが、そう、え、そうだよ、なんか車も通れるようにはならない。で、なんか聞いたことあるよね。そう、あ、一瞬と、あ、そうなんだろう、わかんない。行けたらめっちゃ便利だよね。持ってないけどね、分かる。免許さ、持ってないけどさ、めっちゃ、その駅南とさ、バンダイさ、ぐるって回らなきゃいけないじゃん、いつも。そう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 、分かる分かる、あ、分かんない、なんか難しいじゃん、うん、私確かに、なんか一方通行とかよく分かんないんだよね、うん、本当に分かる。なんかさ、もう今さ、改修工事されてるからさ、行くたびに道変わってんじゃん。そう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 、中もね、ね、すごいよね。なんか外のお店のガラスが見えて、うん、うんうんうん、はい、今楽しみです。新潟、ここの新潟のインスタ、めっちゃラーメンだったじゃん、ね、美味しそうだよ、超めっちゃ超美味しそう、一等屋さん、いや、そうそうそう、一等屋やばい、いや、そうなんだよ、一等屋好きなのが、つまみさん、そう、ジュン、それ、美味しそう、それがね、すごく気になって、ゴッチャゴッチャあるよ、ゴッチャあるよ、ゴッチャあった、そんな上がる、上がるんだね、絶対にゴンちゃん一番先に行きます。かわいい、絶対ゴンちゃん並びます。あとは並んでいく、並びます、絶対女子高生とかめっちゃ並んでそうだね、ね、並んでそう、確かに、新潟の JK が、あ、これか、 JK です、エチゴビールパブ、えぇー、エチゴビールじゃ飲める、クラフトビール最高、 JK になっちゃう、でもまだ JK なの、これからまだ JK、 わかる、これから JK やばい、 JC です、JC、それが恐ろしいよ、怖いよ、春から JK だって、やば、ね、若い、楽しみ、ははははは、ハッピーハッピーやっちゃった、やばい、映った、かわいい、すごいわ。
かもしれないけど、どうでしょうか。楽しいもんなんですか。いや、楽しむ気があれば楽しめるよ。あ、何、 JK の話、うん、楽しむって思えば楽しめるけど、楽しむで、まあ別にここ入ってもっていう気持ちだと楽しめない。あ、私意外と友達に人に話しかけるの得意。響かないで、人に話しかけるのが得意です。お前らだった。え、じゃあいいじゃん、楽しみなよ。え、楽しんじゃうとかにゃー。体育祭の時とか張り切ってさ、なんか友達と。私体育祭だけは張り切れないんですよ。なんでやねん。え、そういうタイプ無理な人。なんか日陰でずっとなんかぼーっとしてます。ああ、まあ確かに、リリカが張り切ってメガホンとか作って、ね、ちょっとメイクとかしちゃう、なんか目元めっちゃキラキラとかしちゃって、ちょっとびっくりしちゃうけど。いや、いたね、そういうの。キラキラつけるとキラキラの部分だけ日焼け跡が残ったりしたら嫌だね。考えてる。確かに S だね、MBTI S か。あ、ENTP です。ENTP なの。 ENTP なの。 好き、 ENTP の人好き。え、そうなんですか。私めっちゃ ENTP。 FJ も好きだけど ENFJ。 え、うん、あ、でもぽいかも、論理、うん、うん、ぽいぽいかも。ENTP、 え、なんだそのポーズ。いや、私わかんないんですよ。なんか一回適当にやった結果ならあるんですけど、それもわかんないんですけど。え、それなんだった。質問が変わって、え、なんか E S すごいね。なんかゆめさんと一緒でした、多分。E S T J。E S。愛じゃないわ。愛じゃ、愛なわけないわ、ゆめかもね。E S T J じゃない。本当ですか。なんか質問が難しくて、いや、最後までいかなかった。全部解説しながらやりたい。そうなんです。 J? J です。 J? んいや、なんか計画性ある。いいのは、まあ、あ、計画だけします。あ、それ、あ、じゃあ、じゃあ、とか私、何回言っても ENTP なんですよ。じゃあ、質問変わってもで、ENTP ですよね。 P? はい、 P ですか。 ENTP なんで、リリカさんは P ですか。で、P そう、P かって思った。 P って何ですか。計画性があんまり計画とか。P の前で言わないで。 無計画ってこと。じゃ、柔軟型か計画型って言ってるじゃん。あ、私の言葉で今傷ついちゃってる。あ、そうなの、うん、計画性が。え、ななみさんなんですか。私が J だと思うか。 ENFP だよ。 ENFP、 私はね、本当に J の人がいいんだ。いいんだ。いいんだ。相手がね。あ、そういうことね。自分がね、嫌いになんないで。私が P だから、究極の相性じゃねえよ。ああ、やべ、バレるバレる。本当に言ってたからね、おもろかった。それで、ね、こう普通に、普通にただただ見てたってこと、配信を。そう、たまたま見たら、たまたまその話してて、へえ、おもろかった。じゃあ大丈夫。ああ、待って、理解が遅かった。公園のやつですよ、今日の公園の話が。そうそうそう、しゃべる。あれ、これ何時から配信してましたっけ。8時過ぎぐらい。なんでハートつけてる。私ハートつけてる。さてはバレンタインですね。あ、うん、あ、そうだよ、ニコ生あるよ。え、本当に胸キュンができなくて。15分、ありがとう。おいおい、大丈夫、大丈夫ですか。どうするんだい、胸キュン。胸キュン、いけるよ。でも私もうね、考えてあるんだ。え、だって、あれだよ。どんな感じか、どんな感じなんですかね、今年は。ね、私去年ね、さ、なんかさ、参加してないから分かんないんだけど、あの、シチュエーションあるかも、あるやつもあるじゃん。テーマみたいな、ね、そうそうそう、え、もう私ゴリゴリに考えてか、私さ、今週さ、ごちゃでさ、もうやってきてんのよ、うん、おもろい、はい、うわ、やったの。ごちゃでもうやって、じゃあもう外で揉まれてきてるから、うん、そうだよ。だからもう、そのみんなの告白まず告白した後に、なんかキャラ引いて、なんか例えば、なんかおばあちゃんみたいに、私おばあちゃん、おばあちゃん、赤ちゃんみたいにみたいな、うん、とか、うん、そういうのあって、うん、なんかそういうのがいいな。え、うん、なんか絶対違うよ。でも今日のやつの方がやりやすい。こう、なんか年上のに人に、あ、そういうガチガチテーマとかじゃない、いつも。でも私はちゃんともう考えてあるから、うん、もういい。あの、赤ちゃんになってとかじゃなくて、そうじゃない。そう、年上の本当にキュンってさせて、別れ際に幼馴染とか、そう、卒業式のみたいなね、部活動の先輩にみたいなね、うん、今回もきっと。大丈夫さ、学生時代なんていつの話やら。いや、そうなんだよね。そんな放課後にとかちょっとできないよね。そこはもう N が頑張るしかないよ。 N、 自分の N 要素を出すね。もういいよ、分かんないから、ファンとして N とか言っても想像性をね、豊かにしてね。私も分かんないよ。ねえ、
おでこ触って楽しみだけど、でも、わかんない、楽しみだけどね。フリースタイルかな、今年フリースタイル、フリースタイルで、いやそうだね、テーマあるけど、ちょっとテーマ欲しいですよね。テーマあるよ、するけど、でもなんかさ、そのこうカメラに向かってとかじゃなくてさ、寸劇系の今日 MC でやったみたいな方がやりやすいよね。やりやすかった、超やりやすかった。そうですよ、自分の顔がめっちゃ映ってると、なんかこの距離で、難しいよね、この距離で話すというイメージを、イメージなのか。確かに、ゆきのフォントスタイルが好き。耳にさ、ポワ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 みたいな音をさ、あった、もう流れるんだけど、あったね。しかもさ、まずハートのさ、リングライト作ってくれ、ね、使って持ってきてくれてね。あれみんな好きなんですね。あれね、いいんだよね、次からね。一眼カメラだし。そうだ、あの覚えてる、そのそれか、その日のカラオケのひのさんが本当に面白くて、あーあったね、歌いながら、あー、なんかいじられてる、うちらがさ、もうさ、なんかもう汗拭いたりとかさ。そうです、あの水分補給とか。え、それその日だっけ、私、いあそのそうだですよね、リングライトをあのひのさんそうだ、こうやってこうやったりして、で、ずっと歌い切ってね、オンマイオンやった、あ、時じゃないかな、私出てない、うん、愛してる、え、あ、それです。え、でもさ、ロンちゃんがいたってことやね、懐かしい、私はいなかったんですけど。あ、いなかったんだ、はい、今年もあるかな、ね、あるのかな、カラオケ。そっか、そう、私ね、そうなんですよ、あの岡田奈央さんのツアーの、ね、出てて、あ、思い出した、そう、それで私、VIP みたいな感じで、そうだ、そう、貴族タイムからしかいなかったの、そうだそうだ、貴族タイムやばい、カラオケで、そう、参加して、そう、お前を歌ったね、うん、でもなんかそれだけだっけ、他にも歌ってそう、あと覚えてない、何歌ったっけ、バレンタインの曲でした、何覚えてるね、うん、リーカカラオケまで行ったことある、うん、ちょっとだけ、1曲目の34、あ、この前もね、そうなんです、早々にね、かけるみたいなのがあるし、ね、今日だってもうあと13分だよ、若いね、いやー若いって、あとエッサがあるので、あ、エッサか、そっか、今日エッサが、はい、あ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 、じゃあこの後も映っております。祝日だから忘れてた、早いだけど先週にしようよ、告知して、もうちょい前、めっちゃ近く、あ、当たってきてるからね、あれこの写真使っていい、いいよ、ありがとう、え、ななみとりりかと、あ、小越はるかさんです、あ、はるか、はるか、久々、何？春元気？いつぶり？なんか昨日ツイートしてたよね、なんか元気だった、ね、今日で撮影終わるみたいな、ねえ、ああ、そうなんだ、画面出したよね、確かに、だから14はいるってこと？いや、どうなんだろう、だって、いるってことじゃない？あ、待って、何もないどうなんだろう、あ、全然わかんないよ、全然わかんないね、告知します告知して、お願いします、告知お願いします、あ、聞いてください、みんなもね、聞いてね、聞きます、楽しいよ、そう、この作文期間さ、うん、夢の卒業アルバムとか、うん、マナの卒業アルバムとかうちで作ってたんだけど、うん、アルバム作りながらエッサの卒業回毎回ちゃんと聞いてた、マナのアルバム作りながら、あ、違う、マナの回はもう卒業公演の次の日とかだったから、うん、エッサはもう夢のアルバム作りながら、うん、マナの卒業のエッサと夢の卒業のエッサ聞いてて、うん、すごい、そう、で夢のアルバム作りながら、あのさ、卒業する人がさ DMM3 つ選べるじゃん、あ、うんうん、夢の初日を流しながらアルバム作ってた、すごい、かわいい、はい、そう、分かる、ミュンチ行くと DMM 見始めるよね、え、確かに、前も見た、うん、前も見た、そうだ、かわいい、いつでも見に来てね、え、また始めた、また始めた、それさ、DMM 見ようと思ったらさ、再開、その日の公演のやつ見ようと思ったら見なかったよね、あれ、さっき、そうだよ、あ、ありがとう、で、なんか別の公演のやつ、そうだそうだ、これギフトありがとう、一緒に見たよ、なんか私見逃してるかな、ありがとうね、ギフト、え、そう、なんだっけ、なんか言ってたの忘れちゃった、この間美味しいご飯食べたね、ちちちちこの間美味しいご飯食べたね、
忘れたって言うの。食べた食べた。忘れたって言うの。覚えてなさそうの食べた食べた。もつ鍋食べたじゃん。忘れたって言うの。楽しかったね。楽しかったね。ナナチがね。告知で忙しいですよ。確かに告知告知してんだっつうのってね。さっきからエゴサと告知しました。もうさ、あれ言ったっけ？アルバム作りのツーペンさ、ミーは分かんないんだっけ？私の。いや、分かるよ。分かる？うん、あれ、ミーちゃんにあるかな？あ、よかった。一回持ってきたんだけど、うん、誰も持ち帰らないまま夢のアルバム制作に入っちゃったから、うん、もう一回持って帰ってきたの。あ、よかった。そう。ヒノの2個くらい。あるあるある。あ、よかった。で、え、どうする？サーヤの。てか、サーヤの作る。あ、どうしようかな。おおお、そうね。どうしようかな。どうしよう。もし作るんだったら、うちにうち、ね、うちにまだ置いておこうかなと思ってるけど。どうやったっけ？あ、ペン？なんか水性のやつと、あとボールペンのセットと、三つぜひ。あって、あとマッキーのセット。あー。じゃあ、うん、で全部ですか？多分。はい、オッケー。本当。オッケー。オヘイ。オヘイ。水性の。そう、なんかね、お絵かきセットみたいな。これぐらいの。オケー。なんかめっちゃカラフルなやつ。オケー。なんかこういうキャップのタイプ。オケー。あ、全然覚えてない。細い。なんか私どれか1個持って帰ってきたんだけど、どれも持って帰ってきたら覚えてなくて。あ、なんかね、多分ね、キラキラしてる。ビブスグッズ化してほしいってコメントでさ、あのさ、ビブスってコメントがさ、ブスがさ、だからビー星になってて、うん、ビー星ね、ビー星。あれ、ビブス、そういえばさ、ユメがさ、ビブスにさ、全員からサインもらって帰るとかって言ってたのにさ、それいいね。結局、変身早く、誰も、まあ、でもまた来るんじゃない？どうせまた来る。まあ、そうなんだよね。うん、あの一時期のユメ。あのさ、ビブス売ってるあのグッズとして売るグループあるじゃん。うん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 、めっちゃいいなと思ったの。いや、わかる、いいよね。そう、いいよね。あのライブ会場とかで見てて、うん、いいなと思って、あれ欲しい私も。でもさ、ね、気によって違うじゃん、うちら。気ごとでさ。あ、確かに私たちは赤で、バカ、サンキはバカちっちゃいビブスだったし。でも3世と同じのも持ってるけど。持ってる。輝いてるから、うん、めっちゃ蛍光ですよね。欲しいよね。私も欲しいもん。ね、作ろうと思ってたんだって。まあ、作るも確かにあ。あ、全然作れるでしょ。うん、ぜひぜひ。どんぐらいコストかかるんだろう。よく考えたら。私たちはさ、手書きでここに書いてさ、そうだよ、一時期だよ。ガムテープに。で後ろにもね貼ったり。え、でもさ、声かぶるタイプもあったじゃん、なんかタスキみたいな。あった、うん、そう、そういう時期もあった。それもあったけど、その前は手書きだったじゃん、手書き、自分たちで手縫いだったよ、ドラさんの。ドラさんの手縫いで、しかもなんかめっちゃ下手で描かれたすっごい後ろ詰まってるみたいな、うん、とか手書きが来てみたね。ドラさんのね、リベス、ほんとに。しかもさ、藤崎美優とかさ、なんか対馬だけだったよね、ユナコ。あ、そうそうそう。あ、そうなんだ。え、対馬ユナコでひらがなで2文字だったっけ？あ、だったっけ？なんか二段だったっけ？違ったっけ？野田さんのね、リブスが一番ひどいよ。野田さんの手縫いで、ここに名前、ゼッケン。目立つもんね、めっちゃね。めっちゃいい。踊らなくていいよ。中身ブス結構でも好きだよ。中身ブスはもう後ろだ。マジ踊りマンだよね、ナナチ。うん。ダンス前から。踊りマンって何？最近なんかさ、なんか変なこと言う。言うんだよね。ヒノ、今日ガチャで押し引きました。あ、そうだ、叫んでたやつです。そう、ごめんね、びっくりさせちゃって。あのガチャ、プレゼカのガチャなんですけど、星4っていう一番いいのでそもそも星4が出る確率って 3% なの。いや、わかんないからって言われても 3% わかる。え、それが4つ出たの？ 3% のが80連したら4つ出た。それ何だから、でも 10連だから、だから 5% の確率で出てるってことじゃない？すごくない？それ。素晴らしい。その手好き。で、しかも欲しいのピンポイントで当てたから。欲しいのピンポイントって 0.00。 いや、マジやばいよね。ね、マジでやばい。え、そう、ピックアップなくて、しかも。うん、だから、めっちゃ天才だった。やった！イエーイ！嬉しすぎてツイートしちゃったの。いや、すごいよ。嬉しい。すごい、曲名分かってる人いる。なんか手が赤くなっちゃって。ね、リリカの手赤ちゃん。ねえ、またまだ赤ちゃんのもリリカ、うん、そろそろ何歳だっけ？15歳。そろそろ9歳だ。あと6本。やばい。15歳。はだって全然30歳のね方だから全
にいっぱいいるでしょ、うん、からしたら半だってことでしょ、うん、私、うん、アンチコンフィチュールめっちゃ弾いてる最近。I just be あー誰だって誰だってこれ醤油醤油さんってコンビ28だよね。I shall be カラオケでさ歌ったよね。あ歌った歌ったほぼ倍何やったっけ。すごい大好きです。あ、え、うん、ですよ。分かんない、やっぱ思うね。いやマジその好き。さてでも恋は弾いてゆくから色づいた雪じゃ愛されない。マシンの待って超先じゃん。やばいかも。かか13年後だもん。私はね13年かかるってやばいね。やばいそれは。あそれも好きだし。えあと何年ですか。私7。ごめんちょっとごめん思い出す。ああって歌詞がいいんだよ。あーって言うな。わかる。もしこことここ足してもやっとで歌詞が、え、ドライブデート都内ととかさ、デートの後に22時とか、あ、いいね。あと4分で来るんです。え、皆さん男女を呼びましょう。もうね、9時からはね。カラオケか？カラオケか？かぶるんだよね。裏かぶりでございます。あ、それでは、エッサ、エッサ、よいしょ。ヒロが、違う、エッサコースの話したかった。はいはいはい。13位、マスルさん。どうぞ。リュウマさん、ポポさん、あ、ミライさん、あ、リリカとバイシャカも、あ、キントンのショーカーさん、ありがとうございます。12、タムヒロさん、サバサンドさん、ズロロさん、セッテンガーさん、アギユミさん、ありがとうございます。11、トールさん、ハルさん、サハラ、サハムさん、カキヒコさん、サチハラムさん、ありがとうございます。10位、トー、え、ごめんなさい、10位ですね、ヒョリゲタさん、ヒラさん、フレムさん、ただのキノコですさん、エムエスさん、ありがとうございます。9位、イキリン55さん、ブンちゃんさん、ビンバレラさん、古川さん、あ、確か、ビルバレさん、ありがとうございます。8位、しんいちさん、MS さん、みなさんさん、なおくんさん、しんさん、ありがとうございます。7位、とつたけうさん、しんいさん、ゆかちさん、はやとさん、ゆとさん、ありがとうございます。8位、7位だよ。6位、ベロさん、たしさん、イカチさん、カナリーさん、アミさん、ありがとうございます。5位、イチタさん、ヨッシーさん、あれなんかずれてます。ずれてる。え、今5位だよ。あれ、めっちゃ動くよ。すごいね。早く踊ろう。7位には私言った。5位です。じゃあ言ってない方を呼びしよう。6位ベロさん、6位眉毛さん、ありがとうございます。じゃあ5位いちたさん、ヨッシーさん、ヨッシーさん、ケンジさん、楽しい、ゲーマルさん、ありがとうございます。4位トマオさん、マサラさん、タカラさん、ホーちゃんさん、サクサクさん、ありがとうございます。3位埼玉高校屋さん、ダイバーさん、リエちゃんズさん、日焼けさん、ランダーさん、ありがとうございます。2位ヨッタさん、テルハヤさん、マーチさん、アキフミさん、メープルナオくんさん、ありがとうございます。1位近藤和弘、あとヨハナハネさん、近藤和弘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 さん、すごい、ありがとうございます。なんか読み落としてる雪って、すごい、え、わかる、思ったけど探したけどなかった。無事、ありがとうございます。皆さん、たくさんのギフトとかコメントとか声もありがとうございました。私もそう、ラジオがクマラジオ配信するので来てください。クマ、ありがとうございます。バイバイ。じゃあ、もうやばい、もう9時過ぎるよ。バイ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 、ありがとうございました。